礼します。はじめまして、台湾出身の空と申します。ほう、なかなか日本語が流暢だな。ありがとうございます。もう日本へ来て10年以上経ちますので、だいぶ慣れました。私、お母さんが台湾人でお父さんが日本人のハーフなんです。なのでお父さんに日本語を教えてもらいました。そうなのか。確かに言われてみれば少し日本人寄りの顔立ちをしているような気もするな。ありがとうございます。あの、お客様の名前を教えてもらって。桐生だ。桐生さんですね。今日はよろしくお願いいたします。よろしくな。すごいですね。桐生さんってひょっとしてお金持ち？ありがとうございます。谢谢。全然好きじゃないです。35ぐらいですか？何言ってんだ。40はとうに超えてるぞ。本当ですか？全然そんな風に見えないです。その若さを保つ秘訣とかってあるんですか？いくつになっても恋をし続けることだ。なんだかロマンチストみたい。でもやっぱり恋っていいものですよね。ありがとうございます。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。寮やってるんですか？男らしくてかっこいいですね。桐生さんが寮をしてる姿ちょっと見てみたいです。じゃあ今日はしっぽり飲みましょう。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。飲めるんですけど弱いんですよね。なので梅酒なんかをちびちび飲むのが好きです。
やっぱり真面目な人が好きですね。あと黒髪の人が好みですね。桐生さんって年末は何か予定とかあるんですか？いや、特にはねえよ。そうなんですか。空は毎年海外へ行ってるのか？よく行ってるんですけど、私の場合は旅行じゃなくて台湾の実家に帰る感じです。そうか、空は台湾出身なんだったな。はい、私昔から家族が大好きで、今でもちょくちょく会いたくなるんです。桐生さんはどうですか？ご家族のことは好きですか？俺は親の顔も知らねえんだ。え、そうなんですか。なんか私ごめんなさい。いや、いいんだ、気にするな。別に俺は何とも思っちゃいねえよ。それに本当の親の顔は知らねえが、家族同然の奴らとは今までたくさん出会ってきた。そいつらのことなら家族以上に大切だと思ってるぜ。そうですか。家族のように思える人たちがたくさんいるなんて、素敵な出会いをされたんですね。ああ、空も自分の家族はもちろんだが、そういう出会いがたくさんあるといいな。そうですね。桐生さんとも家族みたいになれたらいいな。俺もそうなれればいいと思うぜ。